ね、だから結構ね、もう長く使うものだから、もういいやつを買いました。奮発していいドライヤーを買いました。ね、パナソニックのドライヤー買った。なんかすごいんですよ、ドライヤーに機能がいっぱいついてて、なんかなんていうの、地肌の水を素早く飛ばすなんかモードとか、なんか温度を感知して冷たい風が出たりあったかい風が出るっていうモードがあったりとかっていう、なんか 5個ぐらいモードがあって、しかもなんかスキンモードっていうのがあって、それはなんかただ顔に当てるっていうなんか美顔器みたいな使い方するんだけど、顔に当てたらそのミネラルとかが含まれた風が当たってっていう機能なんですけど、びっくりした。ドライヤーを顔に当てるなんて考えたことなかったから、なんかそう保湿できるの、なんか今のドライヤーはすごいなって思いましたね。え、本当に機能が多すぎてびっくりします。うん、これはもうね、絶対床に落としちゃダメだって思った。絶対もう大事にしなきゃって。でも私その冷蔵庫を買った時にポイントがめっちゃ溜まってたんですよ、その電気屋さんのアプリに。だからその電気屋さんですごい溜まったポイントを全部使ったので、まだね、そうちょっと足しにはなりました。あのドライヤー買う時の、そうお得に買いました。そんな家電をあんま買う機会ってないんで全部使いました。そうポイントあると本当にいいですよ。そうだから乾かせば乾かすほどくせ毛が取れるみたいな感じなので、まあ使うなんかもう毎日使うのが楽しみです、すごく。そうでも本当はね、なんかダイソンのあのドライヤーあるじゃないですか、それのなんかリング状になってる、あ待って、かわいいのが来た、ちょっと待って、スクショしてみんな。ありがとうございます。ちょっとね、かわいいタワーが来ました。サンキューサンキューテンキューさん。かわいい、なんかシンデレラみたいな、ディズニーみたいな、何これかわいい。シンデレラクマさんのタワーありがとうございます。かわいい。私ディズニー大好き人間だから。え、嬉しい。シンデレラみたい。ありがとうございます。あ、ガラスの靴。ありがとうございます。なぎちゃん、くせっ毛なの？くせっ毛、くせっ毛っていうか髪が、まあ、くせっ毛か、うねるんですよね、うねっちゃうから、そのうねりがもうくせ毛なんですけど、そうで、私が他にも買う候補にしてたダイソンはリング状になってて、なんかもう手が通せるぐらいのもうリングから風が出てくるってやつなんだけど、なんかどういう仕組みなのかわかんないけど、それも良かったなと思ったんですけど、そう筒がないっていうのが、そうそれも良かったんだけど、なんかなぜかというとドライヤーってそのだんだん汚れが溜まってくると詰まってくるんですよ。なんか風が出てくるところがあって、ここ蓋みたいな部分があるとしたら、この蓋みたいな部分にだんだんホコリがやっぱり詰まってくるから、それをなんかね掃除したりするのがめんどくさいなと思って、だからそのリング状のやつがいいなと思ったんですけど、なんかね、あんなに機能たくさんついてるのを見ちゃったらなんかあーこれでいいかなみたいな感じで、普通の形のそうパナソニックさんを買いました。
そう、やっぱ機能がねいっぱいある方がなんか便利かなって思って、まあ、逆にむしろ何を使って髪乾かせばいいんだろうっていう感じでもあるんだけど、まあまあでもね、良いやつです、すごく。一応今日は毛先をちゃんとしてくれるモードを使いました。まあ毛先はまあまだ使い始めなんであれなんですけどでもね、ドライヤーは使うことが大事だなと思いました。私ちっちゃい頃は本当に自然乾燥してたんですよ。髪の毛すごい長かったのに、腰ぐらいまで髪の毛あったのに自然乾燥してて、今では本当信じられないんだけど、そう、自然乾燥してて、だからね、多分だからっていうのもあると思うんだけど、髪が結構今よりもボリューミーでなんか扱いが大変だったんですけどね、なんかやっぱ大人になってドライヤーをちゃんと使うようになってからはなんか髪がなんていうの、昔ほどモサってなんなくなったっていうか、そう、ドライヤーはみんな大事ですよ本当に、はいみんなちゃんとドライヤーしてくださいね、変わる本当に。ボンバーっていうほどでもないんだけど、ストレートって言われればストレートなんだけど、なんかもさかったすごく、そう、ふっくらしたストレートみたいな感じだったかね。今の方がむしろ髪質が良くなってると思う。そう、ねえ、なんで乾かさなかったんだろう、すごい不思議なんだけど。乾かさないとだって枕とかびしょびしょになるしね。でもなんか小さい頃枕がすごい濡れてたっていう記憶がないから、まあ、自然乾燥でしっかり乾いてたっていう感じだったんだろうなと思うけどね。昔は自然乾燥派でした美容師さんに怒られてやめた。いや、美容師さんにね、自然乾燥ですなんて言ったらそりゃあね、怒られますよそりゃ怒られます。ねえ、本当にドライヤー変えてよかった。ね、ほんと火事にならなくてよかった。うん、すぐ乾かしてます、お風呂上がったら。ね、だからもうね、使わなくなったドライヤーはね、早く捨てなければって感じです。髪の毛燃えなくてよかったなんかさ、 TikTok とかでたまに流れてくる、そういうなんかドライヤーじゃないけどコテを当てすぎて髪の毛燃えちゃったみたいな、ね、コテもね、当てすぎると髪が燃えます。最近レプロナイザーのドライヤー欲しい。レプロナイザーなんてかっこいい名前のがあるんですか、すごい。それもなんか結構いい値段しそうだね。名前からして良さそうだ。
金城、金城っていうドライヤーもあるんだ。なんか小泉みたいなさドライヤーもない、そう人の名前みたいな。それもなんかね結構おすすめに載ってました。新庄、新庄か。ね、そう思った。ドライヤーお詳しいですね、皆さん。ん？新庄じゃない。絹庄。絹庄？絹庄？もういっぱい種類があるな。でも電気屋さんなんて久しぶりに、いや久しぶりでもないか、でも久しぶりか、冷蔵庫買ったぶりに行ったわ。なぎちゃんとか女の子は高いドライヤー使ってそう。高い、どうなんだろうね。でもほんとピンキリだからね、ドライヤーって。90万のパソコン近々買う。そんな、すごいね。めちゃくちゃいいパソコンだね、それ。そんな高いのあるんだ。なんかさ、パソコンっていうか、なんだっけな、京香ちゃんがさ、ゲームすごい好きじゃん。だからその全部一式揃えましたみたいなツイートをいつだか見たんですよ。すごーと思って、なんか全部揃えるのってかなり大変じゃないみたいな。でもなんかね、あんな可愛い顔してさ、ゲーム一日中家でこもってやってますみたいな、なんかギャップめっちゃなんかいいなって思いました。可愛いなって思った。いやすごい。いやでもね、あれだけ一式揃えたらなんか楽しいだろうなって思った。うん、対戦ゲームしてるらしい。え、いいな、楽しそう。ゲーミングチェアは快適らしいよ。あ、そのゲーム専用の椅子ね。なんかだってネットとかで見たことあるけど、すごいもん、なんかすごい座り心地が良さそうな。なんかすごい魔法の杖とかさ、ガラスの靴とかさ、このシンデレラ、今月はそういう日なんですか。なんか背景もちょっとシンデレラ意識みたいな。シンデレラのパロディみたいな。可愛いけど、なんでこういうあれなんだろう。ね、可愛いよね。そう、ちょっとディズニーっぽい。クリスマス近いからな。クリスマス関係あるのかな。かぼちゃの馬車タワーあるよ。そうなんだ、すごい可愛いですね。
あやなんさんの切り抜き見て。あやなんさん、あやなんさんも言ってた、今年ディズニーまだ行けそう、行きたいですよ。そう、それこそランリーと12月に1回行きたいねって喋ってたんですよ。でもね、ディズニー12月って多分すんごい混むと思うんですよね。そう、すっごい混むと思うから。でもなんか感覚がもうおかしい。コロナ禍に入る前はディズニーっていうのはもう混んでるのが当たり前みたいな。そう、もうなんか一度はぐれたら迷子になっちゃうよレベルの混み具合が当たり前って感じだったんだけど、なんかコロナに入ってからのディズニーランドは本当に混んでる、うん、混んでないのに、いや空いてるんですよ。全然動き回れるし、もう待ち時間とかも1時間ぐらいで収まってることが結構あるんですけど、まあ平日とかはね、土日は分かんないけど、そう、なんかもうね、それが混んでるって思うようになってきちゃってるから、なんかコロナ禍が終わった後のディズニーってどうなっちゃうんだろうって思いました。今で混んでるみたいになっちゃってるのに、なんかね、入場制限ないとなんかもう混んでる、混みすぎてって感じになっちゃいそうね。だから慣れって怖いよね、本当に。空いてるはずなのに混んでると思っちゃう。はい、そう、北海道に住んでた時は北海道からディズニーランドに行くなんてもう一大イベントすぎて、そうね、なんか小学校の時とかはさ、やっぱり旅行とかで学校休むみたいなことも何回かあったんですよ。まあ、中学生ぐらいになってくるとそういうのって厳しくなってくると思うんだけど、小学生のうちはまだそういうことが、そう、できなくはないじゃないですか。だからもう前々からすごい準備して、私そのお兄ちゃんとお父さんお母さんの家族4人だから、もう家族4人で飛行機取ってみたいな、もうなんていうの、旅行会社さんともう相談を何回かしてみたいなそういうなんか、そしてやっとディズニー行くみたいな。本当にね、もうなんていうの、計画に計画を重ねてって感じ。お得に行きたいじゃないですか。だからどうやったらお得に行けるかっていうのの繰り返しでした。本当にでも楽しかった。なんか子供の頃、いや今もまあ大人か、子供の頃に行ったディズニーと、まあ、今行ったりするディズニーってなんかちょっと違うなって思うね、感覚。ね、そう、本当になんか何なんだろう、感じ方が違う。 C が楽しい年になっちゃった。あー、でもなんかわかる。私もなんかランドが好きだったんです、多分ちっちゃい頃は。でも C の方が今はどちらかというと C かなって感じ、 C 寄りになりました。子供の頃はなんか景色とかも、まあ、あーってなるんだけど、もうまず乗り物みたいな、乗り物食べ物って感じだった。今は本当に C みたいな、なんかゆったりした景色とかを見ながら、そう、ちょっとゆっくりしたりして回るのもすごいいいなっていう魅力に気づきました。
あ、そう、でもね、タオルテルは乗れないんですよ、私。え、本当に乗れない。なんか、そう、3年ぐらい前かな、に、誰だっけ、しおりんと、なるとか、セリか、エイトのメンツで行ったんですけど、一回行ったことあるんですけど、それでタワービテラー乗ったんだけど、なんか怖すぎて、そう、小さい頃に初めて乗った時に感じた怖さは間違いなかったと思って、あれはもうね、私は絶対乗れないですね。りんちゃんもタワーテラーだけは苦手って言ってた。あー、同じかも。なんかこういう縦に落ちたりするのが無理なんですよね、私。こうだとまだ大丈夫なんだけど、縦の落ちるやつは本当に私はダメですね。うん、3年ぐらい前で怖いって思ったから、もう怖いですこれが楽しいに変わることはないと思います。はい、ね。でもタワーオブテラーの見た目はすごい好き。自分は諦めてルスツリゾート行ってた。あ、ルスツリゾートね、私も行ったことありますよ。なんかあれすごいの、ホテルの中にあのメリーゴーランドがあるんですよ、ルスツって。一回ね、小学生の時に友達と行ったんですけど、泊まりで。そう、もちろんそのメリーゴーランドも乗って楽しかったです。でもな、もうずっと行ってないから、なんか変わってそう、いろいろ。ルスツリゾートも、北海道といえばルスツっすね。え、そう？そうなの？ルスツのイメージですか、北海道は。まあでも北海道といえばっていうテーマパークないよね、そんなにね。クレニアンの修学旅行先ルスツ。あ、そうなのそうなの、ルスツなんだ。レモンスのなぎちゃん頑張ってたね。お、あ、待って、洗濯物が。今私何のコメント読んだっけ。そう、ネモースだ。ネモースの話をしようとした今。そう、まあ洗濯機が呼んでいるんですけども、ちょっとしたら一回干しに行きますねそう、ネモースね。そう、マネージャーさんと一緒に出る協力船のネモス。え、そうなんですよ、マネージャーさんが若くて。そう、皆さんなんかね、最近本当に自分よりも同じ年の方か、もう自分より年下の年齢の方っていう、なんかね、マネージャーさんが本当に最近多くなってきてて、なんか本当に若いなって思いますね。そう、 B のマネージャーさんで、私より一個年下の方なんですけど、すごい可愛い、声も可愛くて、なんかね、もうなんかどっちがアイドルなんだろうみたいになる本当に可愛くて、
はい、よく私の、 あの個人での一人の仕事とかも結構そのネモスに出てた B マネージャーの方がそう一緒に来てくれてたりするんですけど、そう結構一緒になる機会多いマネージャーさんかも。そう本当にすごくねおっとりしてる方ですね。旭川イベントは別のマネージャーさんでした。じゃあそろそろ洗濯物はちょっと干しに行ってきます。5分以内だったら晩にならないよねこれね。ならない。まあ時々顔出す。ちょっと待って、結構ね洗濯物多くてちょっと待っててください。ごめんなさい。
とバンされそうで一回顔を出しました。ちょっと待って、まだ終わってない、まだ終わってない、ちょっと待って。生々しい、え、何が生々しいの。ちょっとね、ちょっとここに1分居座ってからもう一回抜けますね。あとね、でもあと半分ぐらい、もうちょっとで終わります。もうちょっとで終わるんで、ちょっと待ってください。そう、でもほぼねレッスン着ですね。そう、もうちゃんとシワをレッスン着だと伸ばさないとアイロンがけする羽目になるから、私そうアイロンがけあんましたくないから、なるべくそう濡れてるうちからパッパッパッってシワを伸ばしてます。そう夜だけど、なんか乾燥機、洗濯物を乾かしてくれる機械で乾かすんで大丈夫です。そう、まあ音がすごいんですけど、ちょっと待っていてください。じゃあもう一回行ってくる、ちょっと待ってて。
終わりました。本当はもう一回洗濯したいんですよ。でもね、ちょっともう夜遅いんで明日にします。ね、よかった、パンされなくてよかった。明日は早いの？そうですね、明日はちょい早。明日イベントじゃないですか。しかも元彼ですと失恋ありがとうのリアルイベントね、やっと開催できますね。ね、でも昨日今日でリハーサルしたけど、そう、あれライブもあるじゃないですか。ちょっとね、いや、かなり、いや、不安ライブ、ライブがすごい不安ですね。なんか昼夜で曲は一緒だけど位置が変わる曲、ポジションが変わる曲が何曲かあるのでちょっと不安。あ、サンキューサンキューテンキューさんがすごい、こくまちゃんがあるから馬車を、馬車のタワーくれました、ありがとうございます。めっちゃかわいい、かわいいね、なんか過去一でかわいいタワーかも。天球さんありがとうございます。かわいいです、すごくかわいいよありがとうございますね、本当にかわいい、天才、このタワー考えた人。ね、そう、明日は本当に不安です、不安です。なんか同じ曲なのになんでポジション変えられちゃうんだろうみたいなね、昔からそういうのはやっぱありますよね、疑問に思う。まあでもいろいろあるんですけどなんかね、フルだったのがワンハーフになったのとかあるんですけど、そのフルのやつもポジションが、そう、私2回とも違うみたいなことあったんだけど、それはフルは回避されましたワンハーフになりました。ね、でも結構人数がいらっしゃいますよね。そう、限定ライブではあるんだけど、結構しっかり人がたくさんいる、いますよね明日。そんなたくさんいらっしゃるライブなんだって思った。ね、なんかなんだっけ、あ、そう、サインを書くよっていうなんかイベントも中にあるんですけど、それもね、みんななんか何にサインしてもらおうって結構悩んでたので、あ、そう、私物サイン会
か明日みんなが私物何持ってくるんだろうってすごい気になってますね。いつもはさ色紙とかによく書いてるけど、なみんな何を持ってくるのかな、楽しみです。ね、でもなんかスマホの iPhone ケース、スマホケースとかいいですよね。なんだろう、お金とかはそれはさすがに。え、そういえば紙幣に乗ってる人変わりますよね。そう、野口英世とかじゃなくなる、変わるんですよ。あれいつから変わるんだろう。え、すごい違和感じゃない？え、みたいな、一瞬なんかおもちゃだと思っちゃいそう。渋沢栄一とか。でも私ね、どういうことをした人とかって新しい人は分からないです。印刷始まってるらしい。そうなんだ。でもやっぱさ、福沢諭吉さんは変わらないでほしかったなっていうのは正直あるけどね、なんかもう名前からしてなんかもうそれじゃん。ね、なんで変わっちゃうんだろう。変えないでほしいな。これからは栄一って呼ばないと。諭吉諭吉じゃなくて栄一栄一ってなんかすごいそれ違和感ありすぎる。ね、そう、裏の絵も変わりますよね。埼玉の偉人です。あ、埼玉の人なんだ。でもあれって何年単位で変わるんだろう。聖徳太子のバージョンですか？もう見たことありますよ。なぎちゃん日本史苦手そう。苦手。日本史の点数は良かったけど、確かに記憶暗記して点数良かったタイプの人ですね、私。日本史は本当に。そう、なんかね、日本史はね、なんかいけた。日本史は暗記でもいけるよね、全然。ね、暗記してまあ何個かだけ頭に残るっていう。でもなんか覚えたとしてもね、それを話す機会とかないからな。
日本史の先生は面白いイメージがある。確かに。残りの洗濯物をしてほしい気持ち。いやちょっともう夜なんで明日やります。世界史は先生で嫌いになった。そっちタイプ。でもわかる、なんかその専門教科の人で得意教科になるとかって、まあ、あるっちゃあるよね。ね、弥生時代とかほんな本当にあんな髪型だったのかなとか思ったりしてた。確かにすごいよね。なんかまあこれは卑弥呼だけどね、なんか昔の人って本当すごいのね。お風呂とかどうしてたんだろうってめっちゃ考えちゃう。ね、冬とかさ絶対寒かったよねって思う。今の時代はもうさエアコンピッてつければもうさあったかーいってなるんだけど、昔だってやっぱ火を起こせないと、火を起こすまでも大変だし、火を起こしてからもう近くにいないと寒いしね、毛皮とかで寒さしのげんのかな。私は毛皮を着たことが、まあ、本物の毛皮を着たことがないからあれですけど。気合で勝負。無理だわ、私無理。気合で寒さは乗り切れません。ナターシャの衣装は毛皮じゃん。まあ、毛皮だけど本物は毛皮ではない。やっぱ本物はすごいあったかいと思う。ね、でもね、あのナターシャの衣装はね夏場は本当に暑かったです。そう、暑いし踊って汗かいて暑いしみたいな。まあでもこれからの季節冬になるので、まあ踊ってるから暑いっていう暑さだけになるっていうのはまあいいかなと思います。毛皮はね脱ぐのも大変なんですよ。あれの後が女子高生はやめられないっていう曲なんですけど、もうサビ終わってそう 2A に行くまでのタイミングで出るんですけど、それまでに着替えなきゃいけないから、だからもう1分ぐらいだよね。1分ぐらいで着替えなきゃいけないの。もうね、あの準備してあるんですよ自分で。ちゃんとその女子高生はやめられないで出る靴に、あのスカート、あの制服みたいな衣装なんですけど、その制服みたいな衣装のスカート部分を靴の上にかぶせておいてみたいな。でそれで早替えするときに足そこに入れてスカートグッてすぐ上げれるような作りに置いといてるんですよ。すぐ着替えられるように早替えできるようになってます。そう、もうね早替えのプロだと思います。私もう本当に早替え
上手なメンバー上位に入ってると思う。私本当に早いですから。そう、抜け殻みたいな置き方しとくんですよ。そう、でもね、たまになんかそのナターシャでネックレスつけてるんですけど、すごいごついネックレス、たまにそれが取れないんですよね。なんか引っかかっちゃってっていうか、そう、金具のそう止める位置が多分ね、本来止める場所じゃないところに止めちゃったりとかするんですよ。私自分でこうやってつけちゃうから、そう、それは取れない時が本当に大変です。まあ、取れない時はもうそのネックレス、ごっついネックレスつけたまま制服着てます。そうね、一番緊張する場面ですね、あそこは。でもね、やっぱ中にしまってるから見えないんですけど、そう。16人公演になったら余裕出るの。どうなんだろう、自分のユニットによりますね。あ、でも確かに16人だと確か歌ってないね、歌割りとかあるよね。16人だとどんな感じになるんだろう。確かに楽屋は大渋滞するだろうなって思います。もうなんか8人になれすぎちゃって、なんかこれ16人に増えたらえってなんかね、想像ができないです。今まで16人でやってたのにもう8人になれちゃってすごいよね。だって16人でスケジュールもだって16人分合わせなきゃいけないってことだから、それなのにほぼ毎日のように公演をやれてたっていう、なんかすごいなって思います、今考えたらね。だって結構大変じゃない、16人誰一人としてスケジュール空いてるっていう日って。難しいね、調節が難しそう。こっちも会社のミーティング組むの大変です。そうなんですか。あら、ね、人がいっぱいいると大変ですよね、やっぱり。B 公園行きたい。来てよ、来てください。ぜひぜひお待ちしてます。
15日の波動、波動行きます。そう、15にあるのか。そう、15だったね。でも私ね、波動はね、下手くそですね。はい、次の波動はね、京香ちゃんとセナタンです。みんな身長が多分ほぼ一緒っていうチビーズです。なんか一時期強い時あったんですけど、なんかやればやるほど弱くなってますね私本当にこんなに出ててなんで弱いんだよって、そろそろなんかみんなから叩かれそうで、そういう意味で怖い。てかなんかね、だんだん波動がトラウマになってきてて、そう、もうなんか前々回ぐらいからもうね、正直トラウマなんです波動がそう、もうね、コーチを本当に降りたくて、そう、でもなんか動画見たんですけど、自分が動画で見るとなんかあんまり動いてないなって思ったんですよ。でもね、実際は動いてるつもりなんですけど、でも一回ね、波動の時に人とぶつかっちゃって、試合中に、そう、それからね、あんまり動けないんですよねなんか人にぶつかりそうでね、そう、さささって動けなくてね、難しいです。ほんとクラノーステップがすごいなって思いますね、でもこんなにトラウマになっちゃうようなイベントじゃないんですよ。でも波動っていうのは楽しんでやろうっていうのが波動なんですよ。なんかね、ダメですね。そう、楽しまないといけないんですよ。そう、ねえ、なんか本当にね、でも出れば出るほど申し訳なくなってくる。なんかこんな弱いのにコーチしててごめんねっていう気持ちになっちゃう、本当に ね出れば出るほど私の中ではね、波動はへこんじゃうイメージ本当にそうね。だから本当15日はね、頑張ります。でも京香ちゃんが強いんですよ。ゲーマーっていうのもあると思うんですけど、そう、次シーズンでは降ろされるから安心して、いや、てか安心してっていうか、私から言いました、次のシーズンはコーチ絶対降ろしてくださいってだから多分次のシーズンは私コーチじゃないと思う。あったとしてね、次のやつがあるか分かんないけど、でも私自分から言ったから、もうね、もうコーチじゃないと思います。もうお腹いっぱいです、コーチは。もっと横に動いた方がいいかと思うよね。え、私も思う。でも人にぶつかりそうで怖くて動けない、あんまり。ね、まあ15日ね、ボールくださいね皆さん、うん、ゴーグル、なんかね、ゴーグルをこうやって手で持ちながらやるといいらしいってナルが言ってた。だから次はゴーグルを持ちながらやってみる。
か揺れるとあれなんだってね。だから15日頑張ります。じゃあそろそろランキング読みます。13位ひろゆきアットマークあーはいさんありがとうございます。12位大粒ちゃんさんありがとうございます。11位西くんさんありがとうございます。10位お坊さんアットマークひいなぎおしさんありがとうございます。9位けんけんさんありがとうございます。8位さんちゃんさんありがとうございます。7位ポムポムオセロさんありがとうございます。そして6位トカチンさんありがとうございます。5位はケルビンさんありがとうございます。4位ユータアットマーク茨城のなぎなぎ中さんありがとうございます。3位メロンメロンさんありがとうございます。2位ハーミさんありがとうございます。1位サンキューサンキューテンキューさんありがとうございます。以上になります。じゃあ明日のリアルイベント来る方は明日会いましょう。じゃあ終わりたいと思います。3968人の皆さんありがとうございました。明日頑張ってきます。楽しみます。バイバーイ。